はい、皆さんこんにちは、フラワーディスシンです。今月はね、3月号ということで、こうまさに卒業シーズンですよね。卒業シーズンといえばこう春の花で、で今回のこの作品は華やかでありながら、春の花で華やかでありながら、こうラインが効いたようなね、ちょっとかっこいいアレンジを紹介していこうと思います。それではね、早速制作していきましょう。どうぞ。はい、では今月はですね、こちらの器にアレンジメントをしていきたいと思います。まず最初にこの姫水木ですね、姫水木をこうアレンジ、器に逆さまにね刺します。こう一箇所枝を切って刺す部分を作っておいてですね、フォームにこのように差し込みます。そしたら次にですね、このラナンキュラスをマスでアレンジに入れていきます。はい、このような感じですね。はい、では次にこちらのスカビオサをね、アレンジメントにマスで入れていきます。はい、こちらでスカビオサが入れ終わりました。では次にこちらのチューリップをアレンジメントに入れていきます。でこちらでこのチューリップをここの枝にね、こう留めます。その時にこうすごい細い花の糸とか、っていうワイヤーがあるんですね、まあ、28番以下のワイヤーです。そのワイヤーをここの枝とチューリップをね、そのワイヤーで枝とチューリップを留めます。こういうような感じですね。はい、こちらでね、このチューリップが入れ終わりました。では次にですね、先ほどマスで入れたスカビオサをちょっと今度は長めに入れます。それとこちらのね、ダグラスを入れていきます。はい、こちらでダグラスとあとこちらの上にね出てるスカビオサですね、こちらが入れ終わりました。はい、では次にねこちらのお花をアレンジメントに入れていきます。このお花ちょっと今ね名前をど忘れしてしまったので、テロップでね入れておきます。はい、こちらでアレンジメントが完成です。ではですね、正面からアップで見ていきましょう。
今月のアレンジメントはいかがだったでしょうか。チューリップでもね、こんなに素敵なラインを出すことができるんです。なのでこれからチューリップのアレンジを作る際にはですね、ぜひラインを、今まで入れてなかった方はね、ラインを効かしたアレンジを作ることを心がけてみてください。またちょっと違ったね、面白いアレンジができるかもしれません。ではね、また次回素敵なアレンジメントを紹介していきたいと思います。またお会いしましょう。 See you next time.